こちらはブラックラットスネークというヘビのアルビノ個体。ブラックラットスネークとはコモンラットスネークというヘビの5種類いる亜種のうちの一つです。アメリカに生息しており、120から160センチ程度にまで成長します。その名の通りネズミなどを捕食する黒いヘビですが、黒いノーマル個体よりもアルビノやリューシスティックの方が多く流通しています。今回はこの子に餌用の冷凍マウスを与えていこうと思います。爬虫類ショップなどに餌用の冷凍マウスが1匹100円程度で売られています。それを湯煎で解凍して与えます。食べた。尻尾から飲み込むと手足が引っかかってうまく飲み込めないので頭から飲み込みます。ヘビは獲物を飲み込む際、下顎の骨を広げることができるので、本当はもっと大きな獲物も飲み込むことができます。餌を与えるとき、ヘビがチロチロと舌を出していたのは匂いを感じ取るためです。舌先に空気中の匂いを付着させ、口の中にあるヤコブソン器官という穴に舌先を入れることで匂いを感知します。匂いを効率的に付着させるために、ヘビたちの舌先は2つに分かれて表面積を広くしています。舌先と同じようにヤコブソン器官も2つあります。ヤコブソン器官だけでなく、鼻からも匂いを感じることができます。耳は退化している代わりに下顎で地面の振動を感知します。ヘビは可愛いですよね。よく見るとこのつぶらな瞳、アルビノじゃない他のヘビたちだってよく見るととっても可愛いしかっこいいです。でもヘビって一般的には悪者みたいなイメージがあって、毒を持ってる子もいることから、出てきたらとりあえず殺せみたいな人もいるじゃないですか。でもね、よく見てみるとこんなに魅力的な生き物なんだよって、よく知ると危険じゃないヘビだってたくさんいるんだよってことを俺の動画で知ってもらって、爬虫類や両生類への見方を変えてくれる人が増えると嬉しいなって思ってます。とか言ってたら食べ終えたようですね。あの大きさのマウス1匹では全然足りないので、2匹目のマウスを与えます。さあ食べろ。いや、この子はね、いつも食欲旺盛で本当にいい子なんですよね。結構そのヘビって拒食しちゃうこともあるんですけど、全然そんなことなくて、特にね、脱皮前とかは拒食することが多いんですけど、この子はね、脱皮前ですらバンバン食うんですよね。でもそのからちょっと性格が荒いですね。絶対噛みついてきますね。床材とか変えるときすごい大変です。噛まれながらやります。まあ、なくてもね、健康的にご飯を食べて育ってくれるんだったら全然いいんですけどね。爬虫類ってまあそもそもなんかそんなに触れ合う生き物じゃないと思ってるんで。とか言ってたら食べ終わりましたね。じゃあこんなところで今日の動画は終わりですかね。また次の動画でお会いしましょう。インスタ全然更新してないけど、このエンディング画面で出してるおかげで200人ぐらいフォロワー増えました。ありがとうございます。今ね、あの一眼のレンズを修理に出してますんで、それが帰ってきたらね、写真更新したいと思ってます。